よっしゃ、バルクリーでまずは当たり出せました。すぐにバレちゃったけど、なんていうんだろうな、やっぱりまっすぐにターンオーバーさせた時にしか反応がない。これは本当にハードだね。俺の場合はだけど、本当に綺麗にまっすぐにターンオーバーしてないとかかんない。うん。ただ下流域に鉄橋のがかかってて、テルクアで Google マップで探せばすぐに分かるんだけど、その上流に、岩盤の瀬があって、すごい荒らせで、ガチャガチャの瀬で、その上流ですね、その上流。やっぱりそういうところ、いるべきところにいますね。俺はずっともっと上からこうダーッと下ってってやったんだけど、下流域でかけてくれたんだよね、地元の人が。なんで、あ、これもしかしていけるなというのがあったんで。で、俺のキスピオックスの3匹目4匹目の話にもなっちゃうんだけど、1匹かかったところにはやっぱり昔から言われるようにもう1匹必ずいますね。うん、少なくとも周辺にはいる、そういう感じがしたな。で、針も、今一番釣りたい針ですね。ビーズヘッドの、ゾンカーマドラーかのブルー&ブラック。というわけなんで、当たりは出せました。サイズはまあまあでした。60センチはまあ硬いかなっていう感じ。でもジャンプっていうか、エラーエラー一発バシャンでやられて終わり。ただなんつうのかな、もう雰囲気的に、あれもう、ああ釣り終わりかなっていう感じは正直してたんで、今日みたいにガイドの凍らない日だったら全然釣りになる。11月1日だけど。なるほど。あ、これでいいんだ。やっぱりこれなんだっていうのが分かった。まっすぐスパッとターンオーバーさせて、スーってちょっと行ったところでグッて重くなって、で、グッと合わせては見たんだけど、でも結構加えてる時間は長い印象。パッパではない。パッパって話すような感じではない。ハーム、うむ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 ってグッてやられたら、うわーっていう感じ。で、ちょっと今までずっとラインが暴れてたんで、ティップが。それをちょっと先を細くして、調整して、まあ完璧ではないんだけど、かなり投げやすくはなってて。やっぱり糸まっすぐ伸ばさないとスチールヘッドかかんねえわ。それは本当に思う。よくわかりました。まだ夕方、ホットドッグ食ってやりますよ。